メンズ赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。はい、瀬尾です。はい、お願いします。はい、さあ今回ですね、麺屋イラカという場所に行ってまいりました。イラカと言いますね。そよぎじゃないですか。あ、イラカです。ちょっと字つぶれちゃってますけど、字体がねやっぱり、これなんと港未来にある、はい、お店でございまして、はい、ここね、これ入り口ですから、これまずね、あ、この、あ、そうそうなんですよ。この港未来センタービルディングってとこの3階に存在するんですよね。駅直結のオフィスビルですね。そうここは、はい、そうですね。で、3階まで行きますとこのインスパイアな一杯を提供しているお店があるんだけども、はい、非常に希少価値高いんですよ、やっぱね。このエリアではガッツリ系ってなかなかないですから。そうですね、で基本メニューはですね、濃厚煮干しつけ麺などなどをメインとしてるんですけど、その中に急にこういったてっぺんラーメンっていうのが出てきまして、てっぺん以外は二郎系じゃないんで、肉増しを今回は肉増してっぺんということですね。ということでますね、こちらです、はい、肉増してっぺんの波、まあ、800円でさらに野菜追加っていうのをしてるんですけども、はい、野菜を追加するとこのようにですね、あら、ま、別皿でさらに来るんで、すごいね、これは。オフィスビルとはいえこの量ですから、うん、安易なご注文は気をつけてください、はい、ございますね。さあ豚から行ってみましょう。こんな感じの四角い、ちょうどね、栃木県みたいな。いや、もういいよ。都道府県シリーズいいよ、それ。栃木県くらい。まあ、あったから、長野からね。栃木なんですね、今回は。まあ、この脂身の部分が非常にね、さーっと溶けていくような柔らかい脂身を持ってる豚なんですね。はいはいはい。で、野菜は、超絶シャキシャキということで、溶けてしまう豚とのギャップがまあいいですよね、ということで。なるほど。合わせて食すと、さーシャキ。となるようです。アクセントというかね、はい、一緒に食べていくと、いや、そう、口の中がこう新しい感覚に、で、まだまだ別皿野菜はあるのにデフォルトでこの量ですから、うん、ね、やばいですよ、これ本体から行くんだね。本体から行きますよ、ね、で、まあ、先にね、ちょっと麺をね、はいはい、うわ、一気によっ、あ、これ全部すくったんじゃないですか、これね、オール麺ね、つけ麺主流のお店ならではのツルツル感、そしてシコット感、これが特徴的でございますね。つけ麺のね、大事ですから、食感大事ですからね。で、そこに来ました。これどうするんでしょうか。いや、まあかけるんです。おいしょ、はい、そっちか。なるほどなるほど。どういうことで、いやいや、ちょっとずつね、あ、もう笑っちゃうねこれね。いやいや、どういうこと言ったよ。何が、ちょっとずつつまんで食べる人もいるじゃないですかね。まあ、でも港未来のね、持ち上げたらもうこうでしょ。あ、そうですね、ヒント出たから、もうヒントがちょっと、そっかそっか、優しいんだね。うん、優しいんだね。イージー、イージー問題、マシマシビビ。こうなるとなんで麺を引き上げたのか。確かにね、また隠しちゃってね、最初に食べたいから、それはね、ちょっとずつ挟みたい。GS フードのラーメン胡椒なんかよく見ますけどもね、ラーメンの味をね、引き立てていくんですね。はいはいはい。野菜しか食ってないですけど、この時点ではですよね。さあ、再度これはもう、今やっときゃよかった。これ採点中です。いや、ここでね、ようやく二口目いけたということで、さっき言ったにね、野菜だけをガーッと食い詰めてもちょっとねって思ったんで、麺を挟んだんですよ、最初の。はいはい。スープ、これ一応背脂使用してあるんですけども、まあ、非乳化ですっきりやや甘な印象というか、はい、そしててっぺんラーメンを頼むとついてくる限定ニンニク、スプーンがちょっと小さすぎたんで、もうかき入れちゃうよということでね、結構入れてくる。あー、3回も入れちゃう。つぶニンニク大丈夫ですかねいやいや、テンション上がっちゃいますよね、今までってなったらねえ。そしてここで、これが5口目ぐらいで、ね、いいよ、それは別に。一気にこうパンチがね、強くなっていく、ね、まあ、ニンニクと絡めて ね、本当にラーメンスパーリングがどんどん強くなっていく。スパーリング、ニンニクの辛さとしてはね、結構相当なブルに入ります、ね、なかなか強めのニンニク、侮っちゃいけないというのを一言言いたいね。侮ってたんですね。侮ってたんや。ちなみにつけ麺を選択しますとね、魚粉たっぷりの超濃厚スープが特徴的となるんですよね、確か、うん、そうなんです。はい。あら、どうしたんですか、急に。どうしたんですか。そうなんですよ。そうなんですか、はい。あ、そうか、向かいのファイマーで6年バイトして飛んだからだ。いやいやいや、一気に言いますよ、はい、飛んだとか言わなくていいから。あ、そうなの。僕のね、勤めたバイト先の向かいなんで、ここは、はい、6年やってたんですよね。6年やってました、これ。3年やってた。最後、寝坊でやめました。いやー、店長さん、見てください、本当、ね、寝坊したままそのまま行かなくなっちゃいましたね。6年間6年で寝坊で飛んでない。6年築き上げた人間関係を自分から、自ら断ち切ってしまって、あの頃はね、ダメ人間、寝坊で飛ぶってなかなかない。でも、はい、でも通ってたんですよね、こちらには。あの日以来、イラカワには行ってないです。なんでこんな形で再会するとは思わなかったんで。そうよ、俺もびっくり
しました。実はテンション上がったんです、まあ、最後の方に言おうと思ってましたけど。あーそうなんです、そうなんです、実はテンション上がってます、というわけで触れなかったけどマシマシエルパー 84.8 ということなんですが、はい、野菜量結構多いんでね、そのあたり気をつけて美味しくいただいてください。すだちのつけ麺もうまいです、はい、そうね、ごちそうさんです、はい。Thank you.